そんだけ無理言わないでもこれでも上乗せしてあげてるもん軍需物資なら割り増ししてあげるんだけども休戦してたスペルビアとインビリアは今じゃ回戦準備の真っ最中だからいくらあっても足りないもんどうだもんそっちの方やる気ないかも前も言っただろそういうのはパースはああんたくらいの腕が 向かるのにももったいなももったいなもでどうするもいいよそれで200は今、残りはいつものでわかったも送り先は宮崎村のコルレルさんでよかったかもうんにしてもその年で田舎に仕送りなんて涙ちょちょぎれるもうちのバカ息子にも見習ってほしいもじっちゃんのおかげで家賃いらないからねじゃあ頼んだよ いもおまかせも